ポルトガルの中でもそのトップクラスの品種として。美味しいです。ああいいいいですね。なんか良さそうな。すごいじゃないですか。成長。村の小さなワイン屋さん、ロワンからお届けいたします。ロワンチャンネルです。元気ですか。元気です。じゃあ本日も田辺さんを、はい来ました。はい。はい、おすすめのスパークリングをご紹介していきたいと思います。はい。で本日は、ポルトガルのですね、スパークリングワインなんですけど、ちょっと珍しいですよ。はい。ポルトガル。ね。これです。はい。ソワリエイル。ソワリ、ソワレイド。ソワレイド、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 ブルット、アルバリーニョ。まあ、ブドウの品種のアルバリーニョ。あ、もうそうですね。はい、このエリアの有名な品種、はい、アルバリーニョという品種ですね。はい。ビーニョベルデ。ビーニョベルデ。ご存知、勉強したところ、存じ上げております。どこら辺ポルトガルです。はい。境目あたりで、うんうん、北西北西、あ、バッチリ、はい、で産地として生産量かなり多いです。ポルトガルの中で道路っていうポルトワイン作るところが一番多いのかな。道路、はい、次ぐらい多くて、栽培面積上も 14% 全体の 14% はい、ポルトガルね、かなり大きな生産地で、で今日本でももうかなり有名になってきてるんじゃないかなっていう、北西部のポルトガルので、川でミーニョって書いてあるのかな、ミーニョって書いてあるんですね、はい、ミーニョってあるんですけど、このミーニョ地方、これ川の名前ですね。ポルトガルの一番北とスペインの間にあるミーニョ川っていうのがあって、国境にあるんです。で僕そこまで行ったことあるんですよ。ミーニョ川はそこのホグシアぐらいの、はい、すぐ前にホグシアありますね、はい、ホグシアが60分2980円、看板、はい、そうですね、あれぐらいのとこまで、ミーニョ川付近まで行きまして、はい、1年半前ぐらいね、ってことはその川の向こうはもう、はい、あ、うん、リアスバイシャス、あのスペインで、そこもアルバリーニョが有名なんで、まあ、この、そのエリアの周辺域で生まれた原産じゃないかって言われている品種で、ポルトガルの中でもそのもうトップクラスの品種として、高貴なる品種として、評価されているというのがこの、アルバリーニョということですね。なるほど、はい、はい、ということで、まあ、ちょっと飲みはい、なんかいい感じの星、はい、もうすごく冷えてる感じなので、なんか美味しそうな、すごい、はい、いい感じに、ブリュッと辛口。昨年でしたね、一昨年だったか、はい、ソムリエ、ソムリエの白を、定期便の方入れさせていただいたことは、はい、結構海のワインという形で、はいはい、ご紹介いただいて、そうですね、そうですね、割と、はい、そういうイメージもあるし、シーフードにもよく合うんですけども、はい、ただ実際ですよ、実際のところはこれビーニョベルデって言って、意味は緑のワイン、はい、そうですね、はい、緑のワインというの で、はい、で実際僕ね、もちろん海もあるんですよ、でただ実質ね、ちょっと内陸の方で、はい、まさに僕が言ったそのビーニョベルデって海側もあるし内陸もあるんだけども、結構ほとんどの場合がそのやっぱグリーンなんですよ、周りの景色が、景色がグリーン、はい、なんで本当に緑の産地、ワインが緑ってわけではなくて、ワインもねちょっと緑っぽいと思います、あのグリーンがかってて若々しい感じの、風景自体も緑、はい、そうそうそう、フレッシュなそういった印象のワインっていう、でそういうイメージもねあるんですけども、実際、まあ、このワインはそうですよ、ただ今ね、ビーニョベルデは全般的に実はただ爽やかフレッシュなワインっていうわけではなく、ね、熟成のポテンシャルもある、はい、っていうのがあったり、あとはね、キダルを使って熟成したワインも実は結構現地でもあるし、で今日本にも割と入ってきてるんですよ。なので、まあ、いろいろ多彩ではあるんですけど、まあ、一般的にその思われているイメージ通りなんじゃないかなとは一応これは、まあ、思っております。いわゆる
ビーニョヴェルデイコールグリーンワイン、爽やか、フレッシュっていうようなイメージはあると思いますし、実際そういうワインが多いのは間違いないです、ただちょっとビーニョヴェルデイのなんか推してる人みたいなんですけど、スタッフさんもしてると思うんで、はい、あの熟成ポテンシャルもあるし、あ、うまい、ポツレがかっこいいだろ素敵ですね。 M って書いてあるのがミーニョ、あ、ミーニョですよね。あ、S じゃないですか、もしかして。いろいろ考えられる、いろいろ、あ、なるほど、ラベルの絵、うん、下の座れる、はい、という、はい、何の話ですか、あ、そうか、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、そういうね、熟成ポテンシャルとかもあって、はい、いろいろ飲み比べると本当に面白いとは思いますが、ただこれはですね、あのビーニョヴェルデって9つのサブリージョンがあって、はい、あのサブリージョンっていうのはビーニョヴェルデっていうワイン産地の中に細かく区切られたワイン産地があって、でその中でも一番これミーニョ川に近い場所で、ということはよりスペインに近い、一番スペインに近い北側のエリアで作られて、でそのエリアがこのアルバリーニョが有名なわけです。モンサンエメルバストっていうんですね。はい、覚えてたかもしれない。試験に出るやつ。だからモンサンエメサブリージョンの名前です、ね。モンサンエメルバストっていうんですけど、そこに位置するあのワイナリーで、このやっぱアルバリーニョがすごいきめ細かい泡です。シャンパーニュのようにも見えるけど、はい、ちょっと分かりますか、そのグリーンのトーン強いですね。今緑のワインで外観もそう、はい、ちょっと若さというかグリーンのトーンもあります。はい、レモンイエロー、緑のカットみたいな感じですね。そうですね、はい、泡もきめ細かくて、はい、上にこうねリンクができるような、はい、通りいきましょう。うん、爽やかな、うん、超近いだけど、このフリーの感が非常に、うん、やっぱりここ柑橘っぽい感じ、うん、そうですね、そうですね、はい、アルバリーニョは特性は、まず、まあ、あのいろんな品種がビーニョヴェルデもあるんですけど、はい、アリントとかね、アザルとかアベスとかトラジャドゥーラとかいろんなのがあるんですけど、でそれはその特筆する場所がそれぞれあって、ローレイがですよ、でアルバリーニョはやはり柑橘、あの全般的に柑橘系の香りがする品種ごろですね。品種ごろ、急に柑橘柑橘って言ってくればよかった。あ、柑橘って合ってましたね、はい、ライムとかレモンみたいな、ライム系も結構あるの、はい、グリーンな柑橘のイメージ、はい、であとね、ピーチフレーバーも結構ある、白桃みたいな香りね、出やすい品種で、そうなんですよ、だから爽やかとちょっと甘い感じの両方が存在するような、白ワインだと結構そういうのよく感じて思いますし、この柑橘あるし、そういうややトロピカルな感じで、あとはやっぱ貝殻とかそういう超質のミネラル、ちょっと酵母由来のトースティングパンチっていうのが、ビニール二次発酵みたいなんですよね、こちら。そうですね、はい、泡もだから本当に溶けてる感じで、シャンパーニュほどのね、すごく長い熟成をさせる感じでは、これはないと思うんですけど、爽やかさ、フローラル、そうそうそう、グリーンの味ですね、うん、で、味わいですね、うん、どうでしょう、爽やかで、うん、生き生きとした味わいで、柑橘のやはり味わいとちょっと白桃のようなややトロピカルなフルーツ感ありますでしょうか、なんかそれが両方あるんですよ、それが、まあ、まず香りの特徴かなっていうのは、あ、香りが風味の特徴かなっていうのです、あと苦味がすごくバランスが心地いい、うんうんうん、なんか感じる、そうですね、はい、塩味と苦味のバランス、あと爽やかな柑橘とちょっとピーチみたいなトロピカルなトロピカルな感じの印象が両方存在して、熟れたフルーツとなんかこう若々しいフルーツが共存してる感じが
があります。このがアルバリーノは、うん、他の品種に比べてやはり、なんていうんだろう、味わいに深みとか風味の、はい、より凝縮度っていうのはあるので、まあ、ポルトガルの中のビーノベルデの中でも特にちょっと別格的扱いは出てるのかなというふうに思います。はい、ポルトガルってことでワイン生産地の中では比較的緯度は低い、うん、低いところでは緯度的には暖かいところでになるんでしょうか。そうですね、海洋の影響は受けて、でも海洋の暖かい影響を受けるので、ビーノベルデでも海側の方は半熟型の品種が比較的増えられて、ローレイロ、ローレイロって言うんですけど、はい、で内陸の方がどっちかというとこのアルバリックみたいな寒暖がある場所で植えられているっていう、これに関してはちょっと山の方、一つ、え、何ですか、今の話、はい、一回聞いたんですけど、山の上での暖かいところです、はい、ソワリエイロという名前がですね、はい、日当たりの良い場所ところに、ところがあって、そうですよ、非常に、まあ、ソレイユ、太陽、そうです、ソレイユっていうね、フランス語だとソレイユ、そう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 、そう、ブドウが成熟、熟してる、うん、ありますね、ありますね、これ白ワインもあるし、はい、いろんな段階もあるの、ちょっと高級版のね、白ワインもありますけど、意外に泡飲んだことない人多いのかなっていう、これだけやっぱこう流行ってきてる中でも、うんうん、いいでしょう、ね、シャンパンだそうですよ、やはりなんかグリーンなイメージの食材があるのかなっていうと、あと、グレープルじゃなくてあのライムとかを絞る感じとか、あとグリーンオリーブもそうです、グリーンオリーブとか、あとライムとか、まあ、緑食材なんですけど、グリーンなんかそういうのをこう添えるような感じでいくような、料理はいいかなっていう、野菜の天ぷらとか僕はいいかなと思いますね。あ、野菜の、野菜、グリーン野菜、グリーンアスパラの天ぷらとかでしょうし、はい、グリーンアスパラのまあポッシェでもいいし、あのグリーンピースとグリーンアスパラを一緒に年入れたらグリーンばっかりいいと思ってる感じなんですけど、実際合うかなっていうふうにもね思いますし、私の一つ欲しいですか、合うかなと思った、食材というか調味料なんですけれども、これも緑つながりになると思うんですけど、この心地よい苦味とその柑橘系の味わい香り、なんかこう柚子胡椒を使う、ああいいですね、良さそうな、ちょっとすごいじゃないですか。成長、すごい。さすがソムリエ。ワインエキスパートでございます。そうそう、はい、ワインエキスパート。はい、そうですね。はい。はい。何かこう色味もして。はい、いいですね。いいですね。柚子胡椒合いそうです。はい。いいと思いますね。すごく。うん。またまあやっぱオリーブオイル使うよりの方がいいですね。魚が悪いわけじゃないと思うんですよね。白身魚。あとタイとかスズキとかカルパッチみたいな感じで、まあ、ライム醤油とかいうのも、うん、いいと思います、まあ、エリアを知ってるからちょっと内陸だっていうんですけど、ワインのキャラクター自体で言うと、決して、うん、シーフードが悪いとは思わないし、リアス、バイシャス、アルバリーみたいな感じでなんかアヒージョに合わせるとか、そういうのもいいかなっていうんですね。グラスはちょっとこういうフォーマルな感じで、フルートで飲んでいただくのが似合うてるかな、ちょっとボトルもそうです、若干高級感が、そうですね、はい、若干というか結構高級感があって、すごくスタイリッシュで、こういうクロスがなんか似合いそうなボトルになってるので、まあ気軽に飲むっていうのもいいでしょうけども、ただ、まあこうちょっとフォーマルなグラスとか用意して、あと料理をちゃんとこう、用意して飲むっていうのがいいのかなというふうに思います。はい、美味しい、美味しいです、はい、美味しいです全然閉まってないじゃないですか、閉まってないですね、まあぬるっとでは美味しいですよ、ね、美味しいです、言っちゃいますけど、本当にもうあの純粋にやっぱりこう美味しい、はい、美味しいですね、うんうんうん、ということで、そうですね、まあ
泡もこうやって今継続的に、うん、まあちょっと飲みきらないければストッパーしていただいて、はい、もう全然ね強いワインですし、あの持ちますので、はい、まあぜひこれ試していただければというふうに、はい、思います。はい、新しい発見あります。はい、はい、これとリニベルぜひ、はい、本日おすすめのスパークリングワインでございました。ありがとうございます。はい、ご視聴の皆さんありがとうございます。はい、チャンネル登録そしてグッドボタンいただければ我々の励みになります。では田辺さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。